川トゲウオはトゲウオ科に属する小型淡水魚の一種。一属一種である。全長5センチメートル程度で米国北東部からカナダ南部に生息する。米国西部にも少数の個体群があるが、いくつかは外部から移入されたものである。冷たくて澄んだ小川や湖に生息し、藻類や小さな無脊椎動物を食べる。コクチバスやノーザンパイクに捕食される。 節時は主に夕暮れと夜明けに行われる。ミノーなどの小魚と競合する生態を持つが、節時時間や餌の種類は異なる。繁殖期は夏で、オスは巣を作り、メスが産んだ卵を保護する。繁殖後には死ぬ。巣は水草で作られる。絶滅に瀕しているとは考えられていないが、森林破壊や水質変化の影響を受けている。川沿いの樹木を伐採することは、 本種の生息環境に特に大きな影響を与える。先細りになった体型で、細いお柄の先に、扇形のおひれがつく。イバラトミとよく似ているが、本種は背びれのトゲ状が5から6本しかないこと、体側の輪番を描くことで、区別できる。体色は薄緑から灰色で、不明瞭な反転がある繁殖期には濃い色を示し、オスはほぼ黒に、メスは暗色に、 名色の反転のある体色に変化する。最大で3から5センチメートルになる。水槽内の川トンゲウを、カナダ南部から米国北東部まで分布し、この地域で最小の魚種の一つである。寄水域にも少数が生息する。分布域は五大湖流域からミシシッピ川流域の南部にまで広がる。また、西はコロラド州、ネブラスカ州、北はアルバータ州、 マニトバ州、ノースウェスト準州まで個体群が生息する。この自然分布域の他に、アラバマ州、ケンタッキー州、テネシー州、コロラド州北西部、ユタ州北西部、カリフォルニア州、サウスダコタ州、ワシントン州などに入個体群が生息する。ある研究では、ニューメキシコ州にも個体群が存在することが示唆されている。本州は北米全体に豊富に生息しているが、 ネイチャー・コンサーバンシーは、本州の保全状況を G3 としている。このように評価されている理由としては、特に、米国東部において、ダム建設が増加していることが挙げられる。これにより、水路が湖岸されて生息域が破壊され、川の栄養輸送が変化し、繁殖地が破壊されている。川の流路の変化によって、未知の外敵にさらされるようになる可能性もある。 多様な水環境に生息することができ、河川、渓流、水路、湖、水たまり、温泉、湧水などでの生息が確認されている。だが、繁殖には浅く植生の多い、流れの遅い水域を必要とする。最大で標高2400メートルの地点から採集されている。雑食性で、甲殻類や昆虫などの無脊椎動物、植物の破片、藻類などを食べる。 稚魚は、プランクトン製の甲殻類を餌とする。大型の無脊椎動物、鳥、哺乳類、魚類に捕食される。骨盤や棘による防御と、捕食者への警戒行動から、本種の実を捕食しているような生物はない。実験室での観察では、アメリカタガメルリーボシアンマ族のヤゴはどちらも、夜間の実しか本種を捕食することができなかった。 魚類は主要な天敵の一つであり、イエローパーチ、ロックバスクリークチャブ、カワメンタイ、マットミノオコクチバスオオクチバスノーザンパイクカワマス、ニジマスマルハゼなどに捕食される。卵は、ともぐいされるほか、ニジマスにも捕食される。イバラトミヨと競合することもあるが、通常は、イバラトミヨは、水深の深い場所に、本種は川岸に住み分けている。ピメフィルズプロマラスの存在下では、 本種は餌の競合を防ぐため、より多様な餌を食べるようになることが観察されている。繁殖は夏に行われるため、本種は春のうちに湖や緩やかな流れの植生の豊富な場所に移動する。まず、オスが巣を作り、その周りを縄張りとする。この巣はも木の根、植物の破片などからできている。巣は入り口が一つあり、メスはそこに入って産卵する。 産卵が終わると、メスは激しく震えながら、壁に穴を開け、出口を作る。メスは、巣の中で、特徴的な音を出しており、この音は、スニーカーオスを誘引し、受精の確率を上げることが分かっている。産卵後は、オスが卵を保護し、卵は7から11日で孵化する。稚魚は、巣からさまよい出すが、オスは稚魚を口に含んで連れ戻し、巣を守る。受精卵は、 温度変化に非常に敏感であり、水温が急激に変化する7月半ばには繁殖期は終わる。稚魚は夏の間に急速に成長し、翌年の春には繁殖可能となる。ほとんどの個体は繁殖後に死亡する。ネイチャー・コンサーバンシーは本州の保全状況を G3 としている。個体数が減少しているわけではないが、個体群単位では減少している可能性がある。 だが、有効な保護措置は取られていない。米国とカナダの広い範囲に分布し、水路の汚染の影響を受けやすい可能性もある。池、小川、水たまりなど様々な環境に生息するため、ある程度ならば、汚染、重金属、水の濁りなどに耐えることができる。だが、これは、本種が生態系の人為的変化に対して、耐性を持つことを意味するわけではない。 卵が温度に敏感であるため繁殖期は比較的短い。このため地球温暖化による水温の上昇によって大打撃を受ける可能性がある。本種は同所、一種での種文化の研究において重要な役割を果たしてきた種であり、この観点から見ても優先的に保護する必要がある。本種が現在のような広い分布域を持つのは 最終表記に表彰が交代した後に分布域の拡大に成功したことによる骨盤や棘により在来の捕食者からの捕食は免れているが高度な捕食行動を行うまたは骨盤を噛み砕ける歯を持った外来種には容易に捕食されてしまう本種の繁殖サイクルは1年であるため毎年の調査が有効であるありがとうございます